相本花、コンビニエンスストアなどの普及で料理をしない人が増えてます。そんな中、お袋の味として若い人の間で人気のあるものは、相本花、択一問題ゆえ3つの料理名を挙げるが、ガッツ耳を傾けず、お袋なんて食ったことねえ。ラジオ大阪ビバクイズ、俗に生ビールとはどんなビールのことを言いますか。ガッツ、飲むと腹痛を起こす。中国三大珍味の一つにツバメの巣があります。何のツバメ。和島光一、若いツバメそれ別の意味ですよ、若いツバメなんて。ガッツ、若い小杖みどりそれ漫才界の珍味ですよねあんたうまいこと言うねガッツ伝説まだまだ続きます。山口放送クイズ早く言ってよ、足立絹江アナウンサー、信号の説明で黄色は進んでよろしい。では黄色の点滅は。ガッツ、故障結婚25年目は銀婚式、50年目は金婚式、さて60年目はガッツ、葬式節分の豆まきの時に言う言葉とは何でしょう。うちはうち、人は人ソムリエといえばどんな飲み物のアドバイザーですか。青汁足立アナ、12月25日はクリスマスですが誰の誕生日でしょう。ガッツ、七面鳥アリババが扉を開ける時に言った呪文とは何でしょう。今帰ったぞスチュワーデスは何に乗って仕事をしていますか。男森重久さんが出演した舞台の題名とは屋根の上の何。屋根の上の朝日ソーラー俗に婚姻屋のごとしとは何が早いことを言いますか。出前